大梅赤塚藤尾会館は、かつて東京都梅市、住江町66に位置していた赤塚藤尾の美術館である。大梅駅周辺商店街は映画看板で町おこしすることをモットーとしており、昭和を代表する漫画家であり、青年時代に映画看板の仕事に従事したことがある赤塚藤尾に白羽の矢を建てて、2003年10月18日に開館した。 会館にあたっては、赤塚の二番目の妻、赤塚町子の尽力があった。建物は、もともと明治時代に建てられた土蔵造りの委員だった。また、会館に合わせて、JR 大名駅の発車メロディが2005年3月29日より、秘密のアッコちゃんの主題歌をアレンジしたものに変更されていた。館内は、赤塚の様々な写真、赤塚作品のキャラクターパネルや、 生原稿、掲載雑誌などが数多く展示されており、ファンには水煙の博物館となっていた。また生前可愛がっていた猫の菊池世に関するレプリカや漫画家を志すきっかけとなった映画、駅馬車の看板が飾ってあった。現在は外されている。2008年8月2日に赤塚が死去した際には、臨時の貴重代が設けられ800人が貴重に訪れた。 隣に昭和レトロ商品博物館、ハスむかいに昭和幻当館があり、三館共通券も発売されている。なお、三館とも、横川秀都氏が館長を務めている。令和2年に至り、耐震性などについて建物改修の必要が生じたこと、周辺の商店街商店主の高齢化、後継者不足などの管理上の問題が生じ、閉館が決定された。 2020年3月31日に閉館を予定し、昭和の元気をありがとう。感謝祭として3月14日より同月、末日まで入館料無料で開放し、閉館直前の週末である同月28、29日には、ありがとう感謝デーとして、地元酒造店のコラボ日本酒、天才の聞き酒チャレンジ、音楽で待ちゆかば、昭和の香りライブなどが企画されていたが、 2019、新型コロナウイルスによる影響で、天才抽選会と写真パネル撮影コーナーのみに縮小、さらに同月25日に、都の3月末から3週間程度の外出自粛要請が出されたことに伴い、繰り上げて27日の閉館となった。ありがとうございます。